FNS の日 FNS27 時間テレビ FNS27 時間テレビ日本の歴史は富士テレビ系列で2017年9月9日18時30分9月10日21時24分に放送された通算31回目の FNS27 時間テレビである放送に合わせ富士テレビ本社や7階に作られたミュージアムセットとレッドカーペットが敷かれた 大階段ミュージアムセット2017年6月1日、本番組が9月の土曜夕方から日曜夜までの放送であることや、総合司会及びテーマが正式に発表された。例年は7月下旬に放送されており、9月に放送されるのは31回目にして番組史上初となった。前年まではお笑い色が濃かったが、本年以降は、 放送内容が大幅にリニューアルされることとなった。2020年の東京オリンピック、東京パラリンピックに向けてテーマに日本の歴史を掲げ、日本の歴史を旧石器時代から現代までバラエティやドキュメント、時代劇ドラマを織り交ぜながらコンセプトである学び、笑い、楽しむにのっとって多角的な視点で紹介。バラエティ、情報、ドラマ、 スポーツアニメといったフジテレビの全ジャンルにわたり作り上げる長編バラエティとなった。これまでの生放送中心の放送と大きく異なり番組の大部分を事前に収録する形に変更となった。バラエティパートの収録は8月3日の記者会見までに3日間に分けて行われた。こういった大規模リニューアルもあり、サンマ、 中井の今夜も眠れないなどの一部の恒例であったコーナーの放送が行われなかった。このため一部性放送パートでリアルタイム字幕放送を行うか字幕自体を行わないコーナーもあるが大半の録画パートでは通常の字幕放送が実施された。目覚ましテレビも番組冒頭と終盤を除く大部分が事前収録となり例年とは異なる様相となった。 この年の総合司会は、FNS の日10周年記念1億2500万人の超夢リンピックでの大会委員長、以来21年ぶり6回目のビートたけし、たけしのアシスト役で、日本の歴史の旅のキャプテンは、村上慎吾が務めた。ちなみにたけしは放送当日、ベネツヤ国際映画祭参加のため日本に不在だった。そのため、裏番組にあたる、新、 情報7デイズニュースキャスターも欠席している。この回から制作葬式は宮内正義社長に交代した。また長く制作葬式、制作代表を務めた、比枝久と豊田明が優待したため、富士テレビ社長経験者が務めていた、制作代表ポストは空白となった。番組全体平均視聴率は8.5%。 歴代ワースト2位であったが、歴代最低値だった。前年の数字を0.8ポイント上回った。番組瞬間最高視聴率は9日22時2分の、本間デッカ。TV パート放送中の18.6%だった。コーナー別視聴率は以下の通り、本間デッカ。TV は、モノステレオ放送。サザエさんは、解説放送をそれぞれ実施。 富士テレビの編成の都合で2003年は6月下旬、2013年は8月初旬にそれぞれ放送した。一部局ではアナウンサーの出演がなく、プロデューサーや一般局員が出演している場合がある。タレントについても一部局でローカルタレントが出演している。テレビ、熊本代表で出演した荒木久志地区アナウンサーは、 放送2週間前の2017年8月27日に急成したため、これが最初で最後となる全国ネット出演となった。ドラゴンボール関連作品でヤジロベイの声を担当する田中真ゆは本作には出演していないが、ワンピースのアニメ企画にてモンキーディールフィの声を担当している。室町編ではイメージのみ登場。両名とも、 阪神競馬場からの生放送。本来、みんなの競馬は、東馬ッ場からの放送であるが、西馬ッ場である、阪神競馬場からの中継は異例である。2017年7月22日放送分より、また前年とは違い収録であることも発表された。責任は全部富士テレビビートたけしが27時間テレビ総合司会、日本史がテーマ、お笑いナタリー。 2017年6月2日、たけし、21年ぶり27時間テレビ総合司会、責任は全部富士だからな。スポーツ放置、http w w w h c h c o j p e n t e r t a i n m e n t 2 0 1 7 6 0 2 0と1、t5021、html2017 年6月3日閲覧。たけしと、村上信吾が送る。 新たな27時間。取れたてフジテレビ。http コロンスラッシュスラッシュ www.fujitv.co.jp スラッシュ fujitv スラッシュニューススラッシュパブ2017 17602i174html 2017年6月3日閲覧。ビートたけし、患者に8村上の MC 絶賛執筆中の 小説は、10月までに書く、オリコン、2017年8月6日、27時間テレビ、サンマナカイの生トークなし昨年、直球質問話題に、スポーツ日本新聞社、httpww.spanicky,cojp, エンターテインメント、ニュース、2017-08-06、記事、 2017万 805S00041000543000CHTML2017 年8月9日、閲覧。ベネチア国際映画祭参加のたけし、情報7デーズ欠席に安住穴、音楽祭参加のため2017年9月9日、スポーツ放置同日閲覧、林先生、富士系、27時間テレビでたけしに、歴史授業、産経スポーツ、 http://www.sanspo.com 芸のニュース2017万709ジオ17兆709億502万 8N1 HTML2017 年8月15日閲覧バカリズム27時間テレビ内の日本史ドラマで脚本とにかく笑えるものにお笑いなったり https://natary.mu/.o-w-a-r-a-i スラッシュニューススラッシュ241165はあるか。旅人として、メインキャストに、取れたて富士テレビ。http://www.fujitv.co.jp スラッシュ fujitv スラッシュニューススラッシュパブ2017。 17万 802i257HTML2017 年8月15日、閲覧。テレビ熊本 Facebook、荒木久志地区アナウンサーがご請求されましたテレビ、熊本、2017年8月28日配信、特の荒木アナし去五57歳報道、娯楽番組などで活躍。西日本経済新聞電子版、フランプール、酒井一世。 27時間テレビドラマで、劇とも音楽制作3尊と出演も、マイナビニュース。https コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュアーティクルスラッシュ 20170908-a23 個スラッシュ2017年9月10日閲覧。27時間テレビネタパレ歴史 SP に、ナイツ、アルピーヒラコ、安全漫才ら、お笑いなったり、 https://natalie.mu/.owarai/.news/.247968com や、工場委員会で、サンマラ宮坂を徹底追求、火薬伝導は引退宣言。バカリズムが、日本の歴史博物館館長に、日本の特別ドラマ脚本も、フジテレビマスカットフジ二27時間テレビ、新人アナの提供読み今年は、 収録、本当の意味でのスタートに、スポーツ日本、2017年9月10日、9月11日、閲覧。内容一新、FNS27 時間テレビ視聴率8.5%オリコン、2017年9月11日、発行。27時間テレビ全平均歴代ワースト2位の8.5%。 瞬間最高は18.6%マイナビニュース2017年9月11日発行、同月14日閲覧。FNS27 時間テレビ時代劇企画、主題歌は、エレカシの書き下ろし新曲、音楽ナタリー。 https コロンスラッシュスラッシュナタリードートミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ247447テレビやの声第18回富士竹内誠司ワイドナショート今年の27時間テレビが生放送でない理由今週末は FNS27 時間テレビに本の歴史はイヤーアクション今週末は FNS27 時間テレビに 本の歴史ワイヤーアクション今週末は、FNS27 時間テレビに本の歴史富士テレビ、9時パンワイヤーアクション、9時パンワイヤーアクション、t v ステーションダイヤモンド社、関東版2017年19号、P44。ありがとうございます。